ケイトもね、必要な情報が足りてない。やるべきことは3つある。3つ。オッケー。あ、何のこと？まずフランクの手帳の解読、フランクの手帳、それからネイさんの電話を手に入れて、ボルテックスクラブのパーティーの日にどこにいたか探る。それからチャットのログも調べる。でクソ親父からフランクとネイさんと暗い部屋について聞き出す。銃もあるしな。しまっておいて、そんなもの使わないよ。クソ親父を殴って巻き戻せば。はいはい、わかりましたよ。この力は無駄遣いできないの、うん、そうね、とにかく慎重に使わないと。あの金だって取っときゃ借金返せたのに。クロエ、私たちは泥棒じゃないんだよ。そうなんだよ。分かってる、それじゃあマックスはガレージを調べてくれ。オッケー。私はネットで誰がどことつながってるか探ってみる。お願いします。クソ親父に見つかんなよ。ママに見下り犯突きつけられて根に持ってるだろうから。任せといて。そうだね、確かに。こんな力むやみに使うのは危険すぎる。いやでもそうだよね。過去をめちゃくちゃにするのはやめて、うまく現実を乗り切らなきゃ。うん、それはあの前回のお父さん見てすごい思った。あ、鹿のスノードームこれか。これを見るといつもおじさんとクロエのことを考える。クロエに銃を返すのやっぱり嫌だな。でもまあもともとね、デイビッドのこの家にあったものだし、取り返すのはまあ悪くはないと思う。はい、では読めてない部分読んでいきましょう。すごいページ増えてる。デイビッドが集めた証拠を見てもクロエはレイチェルとフランクが付き合ってた事実を受け止めようとはしなかった。物事が自分の思い通りに進まないと完全に拒否するんだから。こういう時クロエは本当に嫌。気持ちはわかるけど現実からは逃げられないんだよ。仕方がないから説得するのを諦めてフランクの車を調べに行こうって言った。そうすればクロエはきっとムキになってフランクとレイチェルの関係を徹底的に調べてやるっていうに決まってたから。でもフランクの車のキーを手に入れるのは苦労したな。通報エルズダイナーでフランクと姉さんと警察のベリーさんに何度も話しかけては巻き戻して、今考えてもめまいがする。私かなり頑張ったよね。なんだか人生ずるしてるような気分になってくるよ。車に忍び込む前にまずはフランクの怖い犬を追い出さなきゃいけなかった。ここはアニメでよくある手を採用して、美味しそうな骨をあげることにしたんだ。骨を遠くに投げたら大喜びで追いかけていった。フランクの車の中は予想通り汚かったけど、殺人鬼の住みかって感じはしなかった。さらにあちこちを漁ってたら、とうとうクロエは見たくなかったものが見つかった。フランクが撮ったレイチェルの写真を見てクロエはすごく傷ついたと思う。レイチェルはフランクのことが本当に好きだったみたいだけど、それでもクロエにはショックだった。大切な人にまた裏切られた気分なんだろうな。私も一度クロエのそばからいなくなったけど、またこうして戻ってきた。何のために？クロエをもっと悲しませるために。この力を使って子供の頃まで時間を戻せたらいいのに。小麦粉まみれになってパンケーキを作ってた頃は辛いことなんて何もなかった。クロエの銃っていうかデイビッドの銃を見つけた。気が進まなかったけどクロエに返した。銃なんかに身を守れるとは思えなかったし、また無茶しそうで怖いけど、フランクが思ってるよりはマシだよね。タイムリープはもう二度としない。何がどうしてああなったのかはわからないし、あの世界のことを考えただけで脳みそが溶けそう。説明しようと思ってもなんだか人事みたいな感じ。レイチェルとフランクが付き合ってたことを知ってクロエはすごく怒った。こうなっちゃうともう何を言ってもダメ。私はいつもクロエを怒らせないように気を使ってなきゃいけないからすごく疲れる。クロエは自分の人生が思い通りにならなかったのをウィリアムおじさんのせいだと思ってる。そのことを言うのは理不尽だってクロエだってわかってるくせに。そうは言ったって私だって同じ立場だったら同じように考えたかもしれないし、今だって別に立派な人間ってわけじゃない。寮の部屋に戻ってからは子供の頃に戻ってクロエを助けられたらいいのにってそればっかり考えてた。それとふとおじさんが最後に撮った写真を見せたら、写真が突然 3D みたいに脈打ち始めて向こう側を覗き込めるような感じがした。気づいた時にはもう写真の場面に戻ってた。2008年、私は13歳でクロエの家のキッチンにいた。そこにはクロエもいた。そしておじさんも。それはおじさんが車でおばさんを迎えに行って事故に遭う直前のシーンだった。霊の力がどういうわけか進化してこんなに昔まで遡れた。ここでおじさんを死なせるわけにはいかないなって思って必死で車のキーを隠したら、おじさんは諦めてバスで出かけてくれた。おじさんを助けられたのが本当に嬉しくて、これがどんなことを引き起こすかなんて考えてもみなかった。現在に戻った瞬間、ビクトリアの顔が見えてすごく嫌な予感がした。ビクトリアは私の友達で、私はボルテックスクラブのメンバーになってた。大変なことになったと思った。クロエはどうなったんだろうって考えたら、嫌な予感はさらに大きくなった。スクールバスに乗ったらデイビッドが運転してた。警備員の時みたいに怖い顔はしてなかったけど、なんでこんなことになったのか考えるのも怖かった。クロエの家に着いた頃には暗い気持ちでいっぱいだった。おじさんが玄関のドアを開けてくれて、私は恐る恐る中を見た。クロエがいた。首から下が麻痺して車椅子に乗ってた。私は言葉もなくて、ただバカみたいに口に手を当てて呆然としてた。でもクロエは私を見て本当に嬉しそうに笑ってくれて、その笑顔がすごく綺麗で涙が出そうになった。おじさんを救った代わりにクロエが事故に遭って一生歩けない体になったなんてクロエには絶対言えない。だから動揺してるのを悟られないように必死にその世界に合わせて振る舞った。クロエはやっぱりクロエだったけど、すぐに怒ったりしないし、生きていることや家族に対する感謝の気持ちでいっぱいなのが分かった。クロエにせがまれてその夜は泊まることにした。クロエの家は前と比べてあちこちが傷んでた。ガレージを改装した部屋にはクロエ用の高価な医療機器がたくさん並んでた。そして当然だけどデイビッドの姿はなかった。私は罪悪感でいっぱいで現実感もなかったけど、クロエは私との再会をすごく喜んでくれて楽しそうだった。事故の後、私はこの世界でもクロエに連絡してなかったみたい。本当最低だね。この世界のクロエに驚かされてばっかりだった。
った。クレアは強くて優しくて、毎日ものすごい苦しみにも耐えてた。たくさんの薬に頼って生きてるけど、それを見てかわいそうっていう気持ちにはならなかった。むしろ前向きな姿にすごいな、偉いなって思った。この世界のクレアは自分の状況を誰かのせいにして責めたりはしない。普通ならやけになってもしょうがないような状況なのに、二人でビーチを散歩したら砂浜にクジラが打ち上げられてた。この世界でも何か恐ろしいことが起きようとしてるんだって思った。その後クレアは私にすごく辛い選択を迫った。事故でクレアの体は大きなダメージを受けて、肺が機能しなくなっていた。いずれにしようこのまま少しずつ病状を悪化して苦しみながら死を迎えることになる。高い医療費で両親に負担をかけ続けるのもクレアには辛いことだった。それは単なる気まぐれでもないし、苦しみから逃げるための口実でもなくて、その時のクレアにとっては一番理にかなうと思えた選択だったんだと思う。その原因を作ったのは私なんだと思ったら余計に辛かった。だけどどういう形であれ親友の命を奪うなんて私にはどうしてもできなかった。ケイトのことがあったからなおさらクレアがこんなことになったのは私のせいなんだから望み通りにしてあげるべきだったと思うけど、目の前でクレアが消えていくのを見守るなんてそんなことできるわけないよ。クレアは怒ってた。でも私はこの世界は現実じゃないんだってひたすら自分に言い聞かせた。この世界のクレアと過ごして私は思った。もう一度5年前のあの日に行かなきゃいけないって。思いつきで取った行動がどんな結果を招いたかもう十分思い知った。もうあの力を使えなくなってたらって思ったらすごく怖かった。そうなったら自分の過ちを嘆くしかない。でも写真に集中したらまたあの日に戻ることができた。そこで私は自分が仕掛けた細工を全部元通りに直した。おじさんまたお別れだね、デイビッド、またよろしく。はい、いやーなんだろう、すごいねって思っちゃう。このクレアもさ、命をクルーの希望通りに終わらせてあげるっていう選択を取った人がいると思うんだけど、これはさ、すごいこの選択をした人の考えの通りに日記が書かれてるんだよね。なんか確かにそういう感じだなみたいな、そういう理由があってそっちにしたなってなってるんだけど、多分その命を終わらせた方は終わらせた方でクルーのためを思ってみたいな、これは私が終わりをつけなきゃいけないみたいな感じの理由をつけて多分命を終わらせてるんだろうなって思うと、すごいよくできてるし、なんかすごいよくできてるって言い方もすごい上からで嫌なんだけど、マックスのさ、言葉の選び方とか考え方とかの書き方がすごいなんか来るよね。このゲーム、この日記がまたすごいと思う。あと日記じゃない、メール見せて。あ、めっちゃ来てる。待って、めっちゃ来てるじゃん。ボーレンから来てる。まずマックス博士、実験手伝ってくれてありがとう。私何もしてないよ。マックスのおかげで A- が取れた。 B+ だったらやばいと思ってたんだ。じゃあ私のおかげってことでおめでとう。私も偉いとはいえ A- はやっぱりクソだけど、 A- ってなんだよ。それくらい我慢しなさい。うちの親に言ってくれよ。トイレ行ってくる。後でご報告どうも。お母さんがマイナスって何っていうようなタイプの人なんだね。ママ、パパ、ママ。え、リサも死なせちゃったしねって何？え、リサ死なせちゃったってさ、あったんだよね。え、リサが何も分からず死なせてる。植物に水あげなかったってこと？水あげすぎたってこと逆に。ケイトから。マックス元気にしてる？今週中に会いに来てくれたら嬉しいな。大事な話があるんだ。もちろん断られても会いに行くよ。マックスに会いたいな。私のウサちゃんにも。みんなケイトに会いたがってるよ。ウサちゃんもね。嬉しい。マックスは本当に友達だね。ありがとう。会えるの楽しみ。ジャスティン。なんだ？あはは。何それ。ジャスティン今忙しい。マックスワックス遊びに忙しいぜ。どうした？フランク・バウワーズって人知ってる？薬。それだけ？姉さんに聞けよ。やつなら知ってる。分かった。ありがとうね。何が？ジュリエット。あ、みんなにこれフランクのこと聞いてるんだ。ジュリエット。全然暇。連絡くれるなんて珍しいね。どうしたの？キャンピングカーに住んでるフランクの人って、ん？キャンピングカーに住んでるフランクって人のこと知ってるかなと思って。いつも川のとこにいるやつ。ドラッグ系のヤバい人だって聞いたけど、それくらいかな。なんで私に内緒で何か調べてるの？ただね、暇つぶし。あたりね、ありがとう。パパ。マックス、妙なメールが来たんだが、おせっかいな娘は他人のことに首を突っ込む前に自分の心配した方がいいとは何のいたか、何かのいたずらか。あれ、なんでお父さんに番号バレてんのこれ。コートに。マックス、私の部屋にいつ来るか教えて。パーティーの服のアドバイスしてあげるから。こう。クロエから。え、XOXO。これは顔文字じゃないからな。え、この XOXO ってなんだ？これさ、たまにメールとかの最後で書いてあるよね。いつも私これよくわからず無視してたんだけど、調べてみよう。キスハグ、キスハグみたいな感じ？そういうことらしい。わお！ドキドキ！最後クロエのメールにしてよかった。オッケー。 パパに連絡しれてるのが心配だな。なんか見落としてるような。頑張ってるね。よく調べてみて。
見る、あ、写真写真写真来るよ、パシャリ。これ絶対気づいてるよね、あのこのブラのチラッと見える感じすごいセクシーだと思う。環境写真 OK。 結構ぶっ通しでやってるから、また続きは次やりましょう。進みます。あの小鳥、ここから出られないんだ。ほら飛んでけ。お前の勝ちだマックス。俺の家庭を見事壊したな。満足か？待って、そんなつもりじゃなかったんです。本当にただクロエが傷つくのを見たくなくて。手遅れさ、もう。あいつは危なっかしいから気をつけてやってくれ。暗がりには踏み込むなよ。きついな。おばさんすごく怒ってたんだ。私誰かの役に立ってる？車の修理終わったんだ。新しい手がかりが見つかるかも。署名に協力すればよかったかな。安全とプライバシーなんてもうどこにもないよ。こういう人もいるんだ。その会話ぜひ聞きたかったな。デイビッドにも人に見せない一面がある。この手紙最後まで書けばよかったのに。デイビッドはネイサンを何かで助けた？ネイサンの父親はどう関わってるの？すごい頑丈そうな錠前。デイビッド、一体何を隠してるの？暗証番号を探してる暇はないよ。錠前を壊す方法はないかな。よし、バールを使えばこじ開けられそう。申し訳ないけど、デイビッドでもこうしたでしょ。地図、メモ、位置情報にケイとネイさんの写真、やった。他には？何これ？緯度、経緯度、これなんか異常気象のやつの調べ、なんだろう、わからん。あ、見られてる。あ、ちょっと待って、全部見てないかも。撮っちゃった。大収穫、クロエのとこに戻ろう。そう、そうね、後で見れるのかな。ちょっとこの破壊したのを戻していい？で、バールいらないんだけど返せる？バール返してほしい。これポッケかなんか突っ込んでるのかな。ああ、これさ、あのなんか置き手紙、書き存じの手紙とかをジョイスに見えるところに持って行ったりできないのかな。でもまさかマックスが置いたとは思わないから。あ、クロエを呼ぶ。え、それか2階に行けない？あ、行けない。この部屋もたくさんの出来事を見てきたんだね。呼びます。クロエ、ねえ、まだ寮に戻らなきゃ。あれ、収穫は？あったよ。バッチリ。秘密のファイルを発見したの。え、そこまで見てないや。ネイさんとレイチェルの。罰をしちゃった。あと場所を示す座標もあった。場所を示す。本気で何か調べてるみたい。座標か。見つかるとやばいから早く行こう。帰ってくるのかな。寮に戻る前にケイトのお見舞いに行っていい？そうそうそうね、そうね。元気にしてるかな。なんだこの。ケイトなんか話せたらいいけどね。ボルテックスクラブのこととか。動揺して話してくれなかったってデイビッド言ってたけど。ケイトはこの階のはず。病院は嫌いなんだよ。そうだね。どうして？ケイトのことを思うと、面会できるようになってよかった。少しは落ち着いたかな。
マックスに会いたがってるよ、うん、待ってんだもん。だといいけど。そうそう、なんか緊張する。ただそばにいてやればいいんだよ。私は外で待ってるからさ。こないだケイトの電話に出たからってぶち切れて悪かった。マックスが正しかった。いや別に正しいとかじゃない。ひどい目にあったんだろうな。でもマックスが助けた、うん、私と同じように。謝んなくていいんだよ。いいよ、待っててくれたじゃん。ありがとうクロエ。でもうもういいよ、私たちチームでしょ。だな、うん、ケイトにうちらが仇を取るって言ってやりな。そうね、仇か。そうする。どうやって返すんだろう、まあ、姉さんの件とかかな。頑張れ。自殺しようとした子に話しかける言葉ってちょっと悩んじゃうかもしれないね。ちょっとだけ落ち着いてる？マックス。よかった。もう会えないかと思った。私バカなことして。いいよ、本当にごめん。謝らなくていいよ。いい、ケイトは何にも悪くないんだよ、うん、悪いのは他の人たち、うん、ケイトに会えて今私がどれだけ嬉しいか。いつもその感じだったんだよね。本当によかった。聞いたら変かもしれないけど調子どう？マックスが来てくれたからずっと良くなった。あの時は本当にありがとう。私もうどうしたらいいか分からなくて。でもあなたがどれだけ心配してくれてるか気づいたから、うん、私は一人じゃないって信じられた、うん、よかったです。マックスのおかげだよ。私だけじゃない。ケイトにはもうたくさんの味方がいるんだよ。アリサとかも友達だから、ね、どれだけ手紙やハガキが来たかとか。そっか、お花は私にはもったいないから他の患者さんにだいぶあげちゃったけど、風船だけは取っておくの。看護師さんがペンと紙をくれたから絵も描いてる。すごい元気になってるね。こんなに喋る。好きだよケイト。しばらくは初めて見た暗い絵ばかりだったけど、いじめについて絵本を作ることを思いついてね、うん、写真も入れようかなって考えてるところ。私にその本のための写真を撮ってほしいってことかな。わかりにくかった。写真といえばマックスでしょ。元気になってる。それとね、明日家族が来たら退院できそうなんだ。そうなんだ、よかった。みんな元気。私を一生守るって言っておうよ。そっか、今度のことがショックで多分後ろめたい気分なんだと思う。ブラックウェルのみんなからもたくさん手紙が来てびっくり。ちなみにビクトリアとかも来てる。ジェファソン先生来たんだ。ビクトリアまで。それも上辺だけじゃない気がする。そうなの。人を信じることは大事だよ。ビクトリアがわからないな。なかなか難しいけどね。この絵だってほんと大変。あ、動かせるぞ。ビクトリアの手紙とか見れる？なんかビクトリアさ、あの後速攻でジェファソン先生口説きに行ってたから。妹さんたちのおかげだよ。妹さん、ジェファソン先生口説きに行ってたからもう何も気にかけてないのかなって気がしちゃってた。これでしょ手紙。ウェルズ校長もこういうこと書くんだ。ケイト・マーシュ、ケイト、私を含め学校中があなたが一刻も早くブラックエラーアカデミーに戻って元気な姿を見せてくれることを願っていることを伝えたくて筆を取りました。学生と教員たちは今回のことを受け、あなたのことを全力で支えるために結集しています。学校の長い歴史の中でも一人の生徒のためにこれほど多く学業面、そしてコミュニティ面での支援が行われたのは初めてです。今は大変な状態でしょうから、このようなことは意味がないと思うかもしれません。ですが私たちがみんなあなたの味方だということは忘れないでください。何か助けが必要な時は何でも相談してくださいね。なんか手のひらを返すような態度で何とも言えないんだけど、まあ校長はあんま知らなかったんでしょうけど。すごくいいね、ビクトリアまで。いや姉さん、でも姉さんはなしか。これは誰？いつもあなたのことを思ってます、ケイト、早く元気になってね、ブラックエルアカデミー。あ、これみんなの名前が入ってるのかな。We love you, Kate. ブラックエルアカデミー、ザック、ウォーレン、マックス、みんなの名前が書いてるってこと。ビクトリアは女王様気取りだけど、本当は悪い子じゃない。あ、あなたは私のことを憎んでるんでしょうね。それでも私はまたあなたの笑顔が見たいの。何か困ったことがあったら知らせてね。多重人格か。あ、なになに、これ、あ、多分ケイトに聞けるってことかな。え、
かわいい。ケイトの描くキャラ大好き。本は何見てるんだろう。感想を書くのも続けてるんだね。感想を書くの、宗教的なものも今見てるのかな。風船良くなってってちょっと違うよね。ああ、そうね、別に体悪いのと違うよね。これでケイトが安眠できるならいいと思う。話したいです。もう一回。ケイト元気そうだね。よかった。何もかもマックスのおかげだよ。何か聞きたいことがある顔してるけど、どうしたの？ビクトリアの件かな、これ多分。ビクトリアのこと。ビクトリアの手紙見たよ。うん、どう思ってる？どう思う？ビクトリアは確かに、その、意地悪なとこもあるけど、すべての罪は許されるべきだと信じてるから、彼女もきっと、いろいろな悩みを抱えてるんだと思う。うん、そうだね。私もビクトリアがペンキかぶった時慰めてあげたらなかなかない状況、分かり合えた感じがした。そんなことあったんだ。でもなんでビクトリアは意地悪するのかな。そこの問題が分かんないよね。自信がないんだよ、そういう人だから。でも全ては自信がないからああいうことをするんだと思っちゃう。自信がないんだよ。劣等感があるから威張ってないと不安なんだと思う。でも別に劣等感なんでかな。もっと自信持っていいのにね。感じるとこなさそうなのにね。ビクトリアを救ってあげられるとしたらケイトしかいないよ。うん、もっと根が深い問題だと思う。そうね。姉さんのことはどう思う。姉さんが犯人だって証拠をもう少しでつかめそうなの。姉さんには叱るべき罰を受けさせなきゃ。これ以上犠牲者を増やしちゃダメだよ。私が証言したおかげで停学になったから、ね、しばらくは安心だけど、そうなの？マックスすごい、本当に勇気があるね。姉さんは今どうしてるの？今どうしてるんだろう。ブレスコット家にいるんじゃない？ボルテックスクラブにいるんじゃない？親に泣きついてるんじゃないかな。卑怯な人たち。こういう言葉は使いたくないけど、ブレスコット家の人たちは悪魔だと思う。人の死にすら関係してそう。私に任せて。親の関係が分かんないからな。姉さんの部屋番号さえ分かれば忍び込んで証拠を探せるんだけど。寮の？私も協力する。部屋番号を調べてスマホに送るよ。ありがとう。ケイト調べられるの？頼りにしてるよ。これ以上姉さんを野放しにできないよ。ケイトのこと。ケイトとおしゃべりしたくて。今週はお茶できなかったし、ね、そうね。めちゃめちゃ沈み込んでたもんね。今度ポートランドまで喫茶店ツアーにでも行こうか、うん、いいね。ついでにウォーレンも誘ってみる。ウォーレン誘ってみる。あ、彼のことどう思う。ウォーレンのことどう思う。頭が良くて面白くて優しい人だと思う。かっこいいしね。絶対マックスに気があるよ。気はあるだろうね。週末デートに誘われてるんだよね、うん。どうなることやら。どうなることやら。でもこんな時に男子と出かけてていいのかな。竜巻のことはすごい気がかりなんだけど、うん、ケイトがいてくれれば恋の悩みもあっという間に解決だね。マックスには幸せになってほしいから。優しい。そろそろ行くね。捜査を進めなきゃ、うん、元気な顔を見られてよかったよ。ありがとう。マックスは優しいね。優しいね。ウサギの世話もしてくれて。あ、アリスによろしく伝えて。あ、アリスちゃんって言うんだ、ウサギの名前。わかった。ちゃんと餌あげてるか不安になったな今。結構さ、その、なんだ、クロエが怪我しちゃった世界線に行ってたからどれぐらい時間が経ってるのかわかんないんだよね。お、クロエちゃんお待たせ。どうだった？元気そうだったよ。元のケイトに戻ってきてる、うん、よかったね。来てよかったな。うん、よかった。ついてきてくれてありがとう。次は姉さんのお見舞いに行くとするか。あいつは嬉しがらないだろうけどな。お見舞いって何？お見舞いっていうのはあのいたわりのお見舞いじゃなくて仕返し的なお見舞い。あ、ジェファソン先生とウェルズ校長です。デイビッドさんは今どうなってるんだろう。仕事も失ってしまったの？ボルテックスクラブにはどういう関係で行くことになるのかも気になるし、竜巻を全然触れてないけどそれもどうなるのか気になるかな。ね、
ジェバソン先生。おっと、マックスじゃないか。あ、黒入って大丈夫なのかな。こんにちは。こんにちは。彼女は友達のクロエ。わかる。どうも。どうも。よろしく。こんなイケてる子がうちの生徒じゃないとは。いろいろありまして、詳しいことは校長が知ってるかと。ジェバソン先生はもともと知らないんだ。いろいろあったので、うん、そのなんだか落ち着かなくて。人間生きていればいろいろあるものさ。 そうね、それにしてもイベントが多すぎです。イベント。僕もそろそろイベントの準備をする。あー、怒られるぞこれ。日常ヒーローコンテスト、日常ヒーローコンテストの優勝者を発表する。写真出さなきゃ。君たちも来るね。マックスにも応募してもらいたかったら仕方ない。そうね、こんなことがあったらね。無理強いはできないからね。ちょっと後悔してます。でも写真に集中できなくて言い訳ですけど。君は友達思いの優しい生徒だ。それにこれからチャンスはいくらでもある。今日ジャワソン先生優しい。今後は積極的に作品を発表すること。わかりました。パーティーには必ず行きます。パーティー、私が引っ張って行きますよ。先生と踊りたいし。学生ダンスは勘弁してくれ。老いぼれに恥をかかせる。老いぼれっていう年齢じゃないでしょ。教師の面目は保たせてくれよ。それじゃまた今夜。お、なんかスマートな喋り方するね、うん、ちょっと何考えてんの。そりゃ今夜の作戦だよ。作戦なんだよ。やきもち焼くなって。やきもち焼いてる彼女みたい。いい加減にしてよね。はいはい。ちょっとジャスティンに挨拶してくれ。久しぶりだし。うん、ジェバソン先生は最近入ってきた先生ってこと？ちょっと言ってほしくなさそう。もう話してる。姉さんがどこにいるか調べなきゃ。お見舞いっていうのは病院じゃないね、この感じだと。誰だこの人。あ、おー、妖精さんと。鳥たちの死体の山がいくつできたことか。なんか話してる。異常気象ね。スイートチャーコ。それにしてもこんなのありえないわ。何もかもが変わろうとしている。サミエルが一人ぼっちじゃないの、なんか嬉しい。うん、珍しいのかな。グラント先生、熱心に話を聞いてる。話していい？大丈夫かい、マックス。大変だったよね、いろいろ。大丈夫。まあ、なんとかやってます。サミエルは？悲しいし、困惑しているよ。この町のみんなと同じく。君も解けない謎の山を抱えてるのかい？解けない謎の山。動物のたちのことが一番怖そう。アルカディアベイの動物たちに何か異変が起きてるみたいですよね。うん、ああ、かわいそうに。何が原因にしろ、ね、動物たちにはなすすべもないんだ。サミュエル目がキラキラしてる。鳥の大量死が一番気になる。鳥がたくさん死んでいますよね、うん、もう何羽も埋めてあったよ。ああ、そうなんだ。トバンガの根元に。トバンガ、そんなことしていいんですか。鳥たちの魂が旅立てばわかるだろう。証明にはならないが、何かの予兆としか思えない、うん、それが宿命ならどうしようもないさ。何なんだろうね。でリス、リスだけはまだ元気に走り回ってるみたいですね。うん、そうね。でもリスまでどうかなったら。そういえば鹿の話全然出てこないな。サミュエルがいれば大丈夫ですよ。餌を食べる時だけは平和なのさ。実によく食べるよ。元気な証拠だ。そういえばそろそろ餌をやる時間だった。あ、そうなのか。餌、あ、待ってる。かわいい。あれめっちゃドーナツあげてない？大丈夫なのかな。カロリー、元気といい、動物といい、かわいい。ケイトのこともあるし、ね、お友達がいたら一緒に取ってあげる。お友達連れてこれる？めちゃめちゃ懐いてる。で、あ、シャミュエルまだ話せる。おびき寄せる、勝手に。自分で食べる用のおやつじゃないんだ。こっちにおいで。何それ、かわいい。あれ、付き合ってきてくれない？見る。お友達がいたら一緒に撮ってあげる。来た、かわいい。写真撮る、かわいい。ね、ちょっと大きいけど。やったー。いっぱいリスいるね。これだと寮の中にも入ってきそう。そろそろ落書きを消しに。お邪魔だったらすみません、サミエル。もう一回話す。ちっとも邪魔ではないよ。お、ありがとうございます。あ、
もう一回聞き直せる。周囲の人間のこと。謎は増えていく一方です。僕でよければ相談に乗るよ。お、優しい。デイビッド、デイビッド・マドセンと話したことは？マドセンが話すんだ。僕は聞くだけ。デイビッドらしいね。彼は物は見えても人が見えないのさ。でも君のことは例外かもしれない。君のことは例外。どうして？どうしてそう思うんです？彼も君もカメラを通して世界を見るから。一番物事が見えてるのはサミュエルかも。いや、ちょっと照れてる。僕はただ物事を違う角度で見てるだけ。そうね、なんかちょっと変な角度で見てる。変って言ったらちょっと言い方が失礼だけど。姉さんを見かけませんでしたか？姉さん、いや、そもそも彼は停学中だしね。そうだけど、あまり残念そうじゃん。あまり残念そうじゃないですね。彼は周りを傷つけるからね、当然さ。どういうことですか？客観的に見てはいるんだね。君の目的は見当がつく。だが役に立つようなことは知らないんだ。 ありがとうございます。力になれずにすまない。いや、とんでもないです。わあ、なんかサミュエルちょっとただの変な人だと最初思ってたところがすごい申し訳なくなってきた。署名運動に協力ありがとうね。いえいえ、グラント先生、お話させてください。あら、噂をすればなんとやらね。イヤリングが光ってます。学校から監視カメラを追い出せたのはあなたたち生徒の。追い出せたのは、姉さんなら郊外に飛び出していったわよ。郊外に飛び出していった。いろいろあった後だし、会わない方が良さそうだけど。郊外ってアルカリアベイの外？あなたはとても賢明な子だから、あとはわかるわね。え、巻き戻せるってことかな。おお。空が何かを警告しようとしている。マックス、署名運動に協力ありがとうね。空が何か警告しようとしてるか。あ、だ、あれ男子寮こっち？あれ？あれ？あ、あ、これ階が違うのかな。あれ？女子寮もここだよね。ジャスティン、超久しぶりじゃん。超久しぶりじゃん。こんにちは。遊んでくれねえじゃん。それどころじゃなくてぬるっと喋ってる。あ、ダニエル久しぶり。ダニエル、なんか元気ないね。大丈夫？なんかあった？僕は写真の才能が根本的に欠けてるみたいだ。アーティスト落第だよ。別にそんな、絵の才能があるよ。アーティストといってもいろいろあるでしょ、うん、写真家だけじゃない。そうだよ。私を描いてくれたスケッチすごくいいもん。そっちの才能あるよ。みんなの心のケアをしていく。少し希望が湧いてきたよ。マックスはいい人だね。パーティーに今夜の世界の終わりパーティーには行く？世界の終わりパーティー。どうせ歓迎されないよ。ダンスよりロッカーに詰め込まれる方が得意だしね。あー、行かなくて正解では行こうよ。もうこれでも多分映像的にマックスは行くことになるだろうからな。とりあえず行かなくて正解で。ボルテックスクラブなんてわざわざ行くほどのところじゃないよ、うん、それもそうだ。ただのお飾りクラブだしね。うん、多分君の言う通り行くまでもないや。元気出た？姉さんのこと。ところで姉さんを見なかった？キャンパスから出て行ったとは言ってるけど。とうとう定額くらったんだって。うん、でも校内にはいるはずなんだ。 いない。なんかすごい怒りながら外に出て行ったよ。あ、ついさっきの話なんだ。じゃあ、あ、これでクロエさんに報告して。なんか良さそうに話すじゃん。見る。クロエのこと好きなのバレバレだよ。あ、クロエのこと好きなんだ。クロエどうなんだろう。ジャスティンと仲いいね。仲いいね。クロエマックス嫉妬しちゃうね。おう、バイバイ。任務完了。ここにクロエと一緒に通えたら最高なのに。おお、ジェファソン先生かっこいいしな。あら、もうクロエのバカ。ほら、早く行くよ。なんかやきもち焼いてるように見えちゃうな。クロエなんか年下にハマってたって言ってたから、ああいう先生も好きなんだ。男女別か、つまんねえ。隣の部屋に姉さんがいるよりずっとマシだよ。そう、ね、隣じゃなくても生首の写真置かれるから。ここにいて、姉さんが戻ってきたらすぐに知らせて。私に任せときな。揉めそう。大丈夫？さて、姉さんの部屋はどこかな。やだな、帰ってきたりしたらやだな。
りあえず二度と来ることないでしょうし、いっぱい見よう。エヴァン、あ、さすが入ってる。独自の道を進んでるって感じで。ザ・ボルテックス・クラブ・ス・ス・ス・ク・ス・アース。ちょっと待って、手紙全然読んでない。あ、姉さんの部屋番号がまだ必要なら111だよ。ありがとう。あ、気をつけてねってこの顔文字かわいい。お、あ、送ったんだこれ。おいおい、お友達のクレイからメール来て俺にチャンスはないってさ。あの子イケてるもんな、わかるよ。本当にメールしたんだ。俺は向こうの番号持ってないからね。でも映画は楽しみにしてるよ。クレイと遊びたいって言うんじゃなければ、それか3人で行ってもいいぜ。2人で十分ならいいけど、行かなきゃまたね。助かるよケイト。複雑。魔法の番号は111ね。111ね、まあ、ポスターとかも見なくていいかな。これは誰だ。105。あらら、トレバーとデーナだ。何も聞こえなくなった。あれ、これケイトの写真じゃない。最低。ケイトの方は落書きされてないけど。うわ、泣かないで、ヒップスター泣かないで。めっちゃこれいじめられてない？はいだあげない？てかめっちゃいじめられてない？これもケイトの一件の後でも、うん、いじめのことを誰も学んでない。これなんだ、ダニエルだっけ、さっきの男の子だよね。うわ、あれ、これウォーレンだよね。これウォーレン自分で書いてるの？この人いじめられなさそうな感じだな。ウォーレンの部屋、ホーキング博士を尊敬してるんだね。これはいじめられてる？ひどい、姉さんの仕業だ。これもいじめられてるんだ。痛い目に遭わないとわからないの？自分でやってんのかと思った。とか姉さん暇すぎ、もっと他のことに時間使えないよ。110。うわ、姉さんのホワイトボード、誰も何も近寄らせないって感じだな。姉さんの部屋はきっとここ。男子寮へようこそ。あ、男子寮ようこそって書いてあるの。え、怖い怖い怖いぞ。あ、書く。たまにはからかってみようかな。ずっと誘ってくれてるんだし。あ、じゃあ悪いことは書かないよね。思い切って成り行きに任せるのも大事だよね。ね、なんて書いたの？なんて書いたの？見せて。オタクっぽいって思われたら嫌だな。あ、You made of copy and tell。 ウォーレンもそうだし、笑ってくれるよね。笑ってくれるけど、これを同時に剥がしてあげた方がいいと思う。じゃあ行くか。